辛坊治郎ズームそこまで言うか喋り残し番外編ということで、今日は特別ゲストをお招きしております。熊谷ゆり子さん、よろしくお願いいたします。辛坊先輩のお会いです。円熟した女性が好きな方はたまらないと思います。円熟した女性が好きな人は本当好きだよね、きっとね。いやー、そう円熟ってですか。失礼なこと申し訳ございません。昔はちょっと読売テレビ時代の私の後輩で、事業のイベント関係のことをされていたんですが、退社後も、引き続きイベントをご自身で企画されている感じですかね。はい、ちょっと今回一緒にパートナーもいるんです。女性の、はい、女性同士でやっております。ということで、今日は、宣伝に来てくれました。まあ、いわゆるステマじゃなくてモロマってやつですね。いやでもね、これは聞く価値あると思いますから、ちょっとそれじゃあゆり子さんにですね、紹介していただきたいんですけど、どこで何やるんですか。はい、4月20日水曜日、18時半から、はい、東京都葛飾区の亀有の、駅前にある。亀有といえば、はい、公園前橋ってしょのところですね。口亀の、はい、亀有、まあ、いわゆるその江戸情緒を残した日本のダウンタウンですね。はい、亀有リオホールといいホールがありまして、そこで、出張や気持ち落語と花町つやっぽナイトという落語会を開催します。で、この出張や気持ちというのは、やきもちという、秋葉原に落語とか演芸が聞ける小料理屋さんがあるんですね。そちらのおかみさん、私より全然若い美人の女性なんですが、その方と一緒にちょっと落語会をホールでやろうということになって、今回開催するんですね。で、ちょっとその落語小料理ということで、ちょっと色っぽいそういう世界観。なるほど、色っぽ話を中心に。そうですね。落語家さんはどなたですか。はい、柳家小林氏、浅草生まれ育っても花町を知る。で、落語家さんが憧れるという江戸の落語家さんと、それからもうそういうところの遊びに詳しい人ですね。はい、そうですね。そうなんだ。俺もある程度の年になったらそういうところで遊んでみたいなと思うんだけど、なかなか敷居が高くていけないんだよね。こういうところで体験してみると、はい、あと、はい、古今で菊之丞さんというのは古典落語、大河ドラマの落語の指導出たりとか、本当メディアでもいろいろ活躍されている菊之丞さんをお出になって、まあちょっと艶っぽい話をきっとしてくれるんじゃないかなと思います。それ当日もお楽しみ。あとこの回のここなんか芸妓姿の方がずらっていますけど、どういうことですか。これ現役の浅草の芸者さんが、浅草の芸者さん、はい、で三味線、それから踊りと、まずですから本当に美しい浅草芸者さんの踊りと、あとここがすごいんですけど、普段は料亭のお座敷とかで、それこそ旦那宴会とかであるお座敷芸、はい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 、お座敷遊び、はいはいはい、あれをなんとこの舞台で、どんなことやるんですか。野球拳で脱いじゃうとかそういうじゃないですか。そういう品のないこと言うなよ本当に。ただ結構ちょっとこういう今回テーマでやってるのちょっと艶っぽいというところなんで、結構期待はできる。あ、なるほど。エッチ系のエッチ系のなんかもあるかもしれないよっていう。はい、でもなかなかやっぱり浅草の芸者さんのこう踊りとか、京都はね、なんか祇園のなんかっていうのは、イベントとして大きなホールで踊りしたりっていうのはよく見ますが、浅草の芸者さんのってそうそう見る機会ないですね。そうですね。で、私も一回見に行ったんです。本当美しくて、で、あと打ち合わせさせていただいたんですけど、その時の上品な物腰とか、謙虚さとか、あと芸の絵のすごく追求とか、もうなんか本当に本当プロとして本当に芸の道に本当に研鑽されてるっていう、そこもちょっと素敵だなと思いました。ね、ちょっとうちのかみさんにも見に行ってね、ちょっと勉強すごいって言ったらお前が行けって言われるみたいな。はい、本当にすごく、そのなかなかね、本当にね、こういう時でちょっとなかなかストレスも溜まったりという、はい、時間がずっとす過ぎてるんですけれども、やっぱり落語ってずっと集中してみないと話についていけないんで、脳の凝りがほぐれるんですね。
もうとにかくちょっと他の例えば明日これしなきゃとか帰ったらこうしようとか考えてると落語ってついていかないと置いてかれちゃうんで、もう集中して聞く。さっき何の凝りがの脳の凝りが取れる感じ。脳の凝りが取れる、はい、脳の凝りが取れるはい、なんかこういいっすね。なんかもうその時間ずっと舞台に集中すると、そんなそれでなんか全体2時間ぐらいですかね。そうですね、大体2時間ぐらいです。大体2時間、はい。4月20日水曜日の6時開場で6時45分開演で、はい、前座6時半上がりって書いてある。もし間に合ったら6時半から来ていただけると前座さんから見ていただけるっていう感じです、ね、カメアリの本当に JR のカメアリのすぐ駅前なので、まあ、ちょっと早めに来て、それこそさっき辛坊さんおっしゃったこち亀のあの銅像とかいっぱいあるので。あ、そうなの、カメアリって、はいはい。全席して5400円、はいです。チケットピア、それから楽天チケット、カンフェティなどのプレイガイドで売ってます。楽天チケットで買うと楽天ポイントも入ります。あ、そうなんだ。はい。今本当にまだまだお席、いい席。ゆり子さんの当日会えたりするの？これ。受付で、はい、当日券売ったりいろいろ。当日はい、はい、受付にゆり子さんいらっしゃるそうですか。入り口にいますのでぜひ。はい、わ、はい、かりました。じゃあチケットピアかな、はい、楽天チケットなどなどですね。そうですね、チケットピア、カンフェディ、楽天チケットで、このカンフェディというのは電話でも予約できますので、ちょっとインターネット苦手な方はそちら。あ、本当だ、カンフェディ電話0120-240-540、はい、電話でもチケット買えるよと、はいはい、そうですね。今焼きもちネットショップっていうのもあるよと、はい、そうですね、焼きもちさんのネットショップでも買えます。ほうほう、はい、わかりました。ということで検索していただくと、URL とかホームページありますので、そこから、はい、プレイガイドに飛べるようになってますので、はい、4月の20日水曜日ですからね、はいはい、今ならまだ十分間に合いますので、はいはい、ということで今日は辛坊治郎ズームそこまで言うかの番外編の番外編ということで、はい、熊谷ゆり子さん登場していただきました。ちょっと飲み行くか。ありがとうございます。中学生もなかなかね、今このご時世飲み行く代わりにパリに行くと。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん一つよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。受付にいるかもしれない。お願いいたします。お待ちしております。楽しいこと間違いなしです。